東京の葛西臨海水族園でマグロなどが相次いで死んでいる問題で、魚から検出されたウイルスが大量死の原因ではない可能性が出てきました。犯人と疑ったウイルスが見つからなかったことで、原因究明はいよいよ厳しくなってきました。葛西臨海水族園では去年11月から159匹いたクロマグロなどが相次いで死に、現在は2匹だけになっています。 水族園は、魚から検出されたウイルスが大量死の原因の可能性があるとみて調査していました。しかし、調査の結果、ウイルスは感染症を引き起こすことで知られる種類のウイルスではないことが分かりました。水族園は引き続きウイルスを詳しく調べる一方で、別に原因があることも考えられるとしています。す死因の解明は長期化する見通しです。